どうも斉藤紳士でございます。さあ今日はですね3月の購入本紹介でございます。ちょっと少ないんですけれどもね、本屋に行きましたので、購入してきた本を紹介したいと思います。まずこちら、宮本照金秋ですね。ちょっとまだ手が、怪我してるんですけれども、これはね今ちょっと詳しくは分かってはないんですけれども、すごく文章が綺麗な小説ね、っていうので必ず出てくるのがこの宮本照金秋というね、一体どんなお話なんだろうというね興味もありますけれども、前略蔵王のダリア園からドッコ沼へ登るゴンドラリフトの中でまさかあなたと再会するなんて本当に想像すらできないことでした。なんかね手紙ね往復書簡なんですかね、手紙からね始まるっていうのは最初パラッと見た時ね、思ったんですけれども、どういう話なのか読むのが楽しみです。宮本照金秋、はい、村上春樹さんの1973年のピンボールでございます。村上春樹さんのね、本は私は読んできておりません。今までもね、あまり読んでおりませんけれども、ちょっとね、純文学をね扱うチャンネルをやってるような人間が村上春樹を読んでないでどうするというね、意見が来てはないんですけれども、おそらく出るだろうということで、ね、読んでいこうということで、こちら1973年のピンボール購入いたしました。はい、ね、さよならスリーフリッパーのスペースシップ、さよならジェイズパー、ね、何のことだかさっぱり分かりませんけれどもね、風の歌を聴けもね、読みましたけれども何のことかよくわからない、お話だったので、非常に読む前からね、戦々恐々としておりますけれども、どういったお話なのか楽しみでございます。1973年のピンボール村上春樹。長井家父僕ときたん、お話はもちろん知っておりますし、昔これね映画で見ました。同級生、中学時代の同級生がね高校ぐらいの時だったかな、大井康平とものすごくやらしい映画があるぞと言ってね、見たのがこの僕ときたんでした。多分津川雅彦さんだったんじゃないかな、ちょっと定かではないですけれども、当時ねそういうシーンといえば津川雅彦というね、なんか知れ渡っておりましたからね、でもね非常に話は、そういうね簡単なお話ではありません。文学としての評価が非常に高い、長井家風が颯爽と文壇に戻ってきた作品なのだそうです。非常に楽しみですというものがね、長井家風僕ときたん。はい、こちらサンテグジュペリのですね、夜間飛行でございますね。星の王子様でね有名な、作家でございますけれども、この夜間飛行というのはね、よく帯でね、又吉君が私が愛してやまない20冊みたいな中の一つに、この作品が入っておりましたので、こちらもね、事前情報というのは全く持ってないんですけれども、非常に読むのが楽しみだなというね。役がね堀口大学さんという、有名な方ですよねこの方もね、なので非常に楽しみでございます。サンテグジュペリで、夜間飛行、これ、一時期話題になってましたよね。全米図書館賞でした、ちょっとごめんなさい、定かではないです、なんか賞を取ってちょっと話題になったんですよね。ユーミリさんのね JR 上野駅公園口、これもシリーズになって今書店に行けばバーッとね並んでたりするんで、そのおそらく一番最初の作品ですよね。1933年、私は天皇と同じ日に生まれたとい うお話の書き出しでね、非常に面白そうなんでね、読むのが楽しみですし、もしそのシリーズね面白そうであれば、買い集めたいなというふうに思っております。ユーミリさんで JR 上野駅公園口。そしてこちら、三国美智子さんのイカレコロでございます。こちら持っておりますけれども、文庫化されたんですね、本当についこの間ですよね、文庫化されたのが、2月の頭でしたね。書店に行った時におっと思いました。結構早いんじゃないですかね、こういうふうに、文庫化されるのが。やはりね、新潮新人賞を受賞して、そして三島由紀夫賞も受賞したという作品なので、文庫化も早かったんではないかなというふうに思います。また再読してね、ちょっとこの動画でもね紹介しようかなというふうに思っております。三国美智子さんでイカレコロ。さあそして、もうこれはね焦がれておりました。はい、上田竹宏さんの太陽惑星、この太陽でね新潮新人賞を受賞してデビューしたわけですけれども、読みたい読みたいとずっと思ってたんですけれども、高いんですよこれ。ハードカバーの普通の単行本で1800円ぐらいしたんですね。それが文庫化されたので購入いたしました。はい、芥川賞作家のね
デビュー作でございます。この装丁も素晴らしいですね、非常に。今書店に行けば並んでる感じでございます。はい、上田武さんの太陽惑星。はい、今月はね、以上のような作品を買いまして、まあ、読む時間がちょっとあまりないんです、3月末までにいろいろ書かないといけないので、なのでね、4月になればね、もっとたくさんの本を購入するかなというふうに思います。また4月お会いしましょう。それではね、今月は以上でございます。どうもありがとうございました。